そして皆さん、おはようございます。本日も紹介したいのは、自分のゴールを達成するということです。昔ながら僕はもう同じく自分のゴールを達成するのはなかなか難しくてだと思ったんですけれども、特に自分は自分のゴールを達成しなかったという時には何が起こったかというと、自分は結局対人恐怖症はリバウンドして自殺未遂に。なったんで、もしよかったらそれの対策したいならこの動画を見てね。やっぱり自分のゴールを達成するのは結構大切です。どちらかというと、あなたは自分のゴールを達成しないということは、あなたは自分との約束を破るということです。自分との約束を破るからこそ、これはすごく自分の良心に来るし、自分の頭に来るというのも言っても良いです。だからこそ、自分の一番のハイアチーバーは、一番の高い大きいの達成者は、みんなは自分のゴールを達成するですね。でもしどうやってそのゴールを毎回達成させるかというと、これ一つの技にみんなに教えたいと思います。で、一方のステップは、あなたは自分のゴールを決めることです。2番目のステップは、そのゴールを決まった上で、それを自分の暦、自分のカレンダーにマークすることです。3番ステップは、あなたはそのものを決まった時には、そこから毎日一つのステップをする、一つのなんかベイビーステップですね、小さいの赤ちゃんステップをするということです。でそれをだんだん重ねれば、日本でも結構そのことわざがあるね、泥を重ねれば山になるということですね。でこれも同じく、自分の努力をだんだん重ねれば、これは後ほど山になるということですね。だからみんなはそこから毎回毎日そのベイビーステップをやるからこそ、あなたはだんだん上がる、だんだん上がっていく。でそこから、でどうやってそのベイビーステップをちゃんとするかというと、自分が、それちょっとみんなの紹介する前には、僕はいろんなね、いろんなソーシャルメディアやってますので、Facebook、インスタとか、あと TikTok とかフォローしてね。そしてそうですね、もしあなたはこう、どうやってそれ、自分どうやって想像すればいけないのか、どうやって僕はそもそもそのゴールに達成するかとのか、これは想像力で、想像力で何が想像するかというと、自分か自分の大好きな人は目の前でこうね、銃が頭に当たってて、でもしあなたは一回躊躇したら、この人かあなたは死ぬ。そしてもっと効果的だったら、もしあなたはこう銃だけはな、あまり、ああ銃で何だか殺したら、全然問題ないと言ったら、ちょっともっとひどいのやつほど、自分がそれを想像するから、自分が一番の防ぎたいやつ、自分の避けたいやつを想像するほど、あなたはそこにね、この大至急でこれをやれる、焦るではなくて、でも本当にやるなければならない、本当に。だからあなたは自分のゴールを達成するということです。そして、このね、5番目のは、実際そのゴールを達成して、新しいのゴールを設定するということですね。レシーバーの皆さん、僕はこちらの動画を毎日アップロードしますね。もしよかったら高評価と登録をお願いします。友達にもシェアしてください。次の動画なんですけれども、抗いをやめようということですね。もしよかったらこの動画を見たいなら、ここに登録してください。僕はこちらのチャンネル、大体ね、対人恐怖症対策とか、いろんな対策をみんなにシェアしますので、もしよかったらこちらも、この2つの動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。